よいしょ。はい、皆さんこんにちは。株式会社トビアイダの佐々木です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと会話しながら よろしくお願いします。いつもしてなかったっけ。そうなんです。だんだん後半喋らなくなっちゃうんで、お願いします。ちょっと距離間違えたからちょっと今そっち行くわ。あ、お願いします。僕も離れちゃうなんつって。うざ。ありがとうございます。今日ですね、今までやった改修工事の木工事、これが完了しましたので、ちょっと見ていただきたいなと思います。はい、で、まあ、こうやってるところの説明なんかとは思ったんですが、はい、今日はですねちょっと僕の方がいろいろと、はい、その辺はこんな風にやりましたっていうのをちょっと説明できればと思いますので、はい、木工事って何ですか。ああ、そうですよね。あの前回解体した後に大工さんですね、大工さんが壁を作ったり、扉をつけたりそういったのをしております。なので、建物のこう間取りが完成したって言ったらいいですかね。あ、室内。そうです、室内ですね。それが完成して、はい、はい、あの大工工事、そうですね、が完了したというところになります。で、このキャダスは何か使うんですか。はい、ありがとうございます。使いません。これはちょっとなんか持ちたかったんで今日は使わないです。なんか一応突っ込んどいた方がいいかなと思って。そんな形で、なので今日は、大工工事の完了のところを、はい、まあ、こんな風にやってきましたっていうのを、はい、ぜひ見てください。はい、はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。行ってみましょうか。はい、せーの、ぶっ飛び。よし。はい、いつものところに来ました。はい、これ今木工事完了ですね。これもう見ていただく通り、ここ前回ただ空洞だったのがもう下地も張れて、下地ってこれです、ボードですね。これを大工さんがこれ1枚ずつビスでブリッジブリッジブリッジとで、この壁を作った後にクローゼットの中に入る、棚、これも取り付けたと。で、これですね、これ枠って言います。これも大工さんの方がちょっと大きさ分かるように寝てみて、はい、てみて、はい、じゃあちょっと寝てみたいと思いますね。で、身長176センチ、体重は100キロの僕がスポット今体重関係ある入りますと。こんな感じです。僕が手広げても、はい、まあ、これがあの一軒っていうサイズなんです。ちょっと横になってみてよ。ちょっと横、こんな感じですか。いいか、もう全然本当一人で、たっぷりです。これだけの特別な収納クローゼットとなっております。まあ、こんな感じで先に枠を取り付けるんですね。で、この後扉をここに吊っていくという感じです。あとはこれクロスで仕上げて完了です。佐々木さんこの中でも住めるね。そうですね、ちょっと食べ物なんつって今日何台なんつってね。何台なんつってで、これ見てください。これもともと、ここは、まあ、押し入れだったんですけど、ここにちょっと下にここ階段があるので、どうしてもこういうあの天井を、これその裏が階段になってる。そうですね、階段の天井ですね。あ、なったるんですけども、じゃあ取れないってことだよね。そうなんです。で、ただここもともとベニヤ、ただのベニヤで仕上がってたんですけど、やっぱりクローゼットの時には、まあ、押し入れではないので、まあ、ベニヤだとちょっと味気ないので、見てください、これ何を貼ったと思います。床。正解、フローリングです。フローリングをこういう風に貼ることによって、とてもあの壁が木で仕上がった綺麗な形になるんですよね。さすがにそのようは110キロの佐々木さん乗ったらズボっていっちゃうよね。これいかないです。ここもしっかりと補強してありますので、じゃあちょっとやってみて。この辺も全然ズボっていかない。はい、なんかマリオみたいに隠しみたいない。テレテレテテテテテテテまあ、こういった形でしっかりと補強もバッチリです。はい、はい、あとこれ見てください。
はい、これは買いです。今回お客様の方が本棚が欲しいということでした、はい、ただどうしてもこう、まあ、いろんな種類売ってますけど、やっぱりサイズっていうのがなかなかぴったりのが、うん、やっぱりないもんですから、まあ、そこで今回作りましょうと。オーダーメイドってやつですか。そうですね、これも、全部作って、これは大工さんが全部切って。そうですね、すごいですね、はい、形で高さですとか、うん、全部現場に合わせて、うん、ぴったりと収められるようになってます、うん。ちなみに佐々木さんは普段どういう本を読まれるんですか。そうですね、僕はやっぱり、博学的なやつを博学ってなんだよやつを読んでますね。例えば、まあ、まあ、こういろんな著作権の問題もあるので、うん、ちょっとそれは控えさせていただければと思う。読んでねえだけだろいや、こうなので本もこれ、うん、何百冊って本当、うん、お持ちみたいなんで、うん、こんな大きいので、もう全然埋まっちゃう、うん、佐々木さん家にはいらないやつだよね。そうですね、もう全部これカップラーメンになっちゃうラーメン博物館にすればいいじゃん。まあ、そういった形でいろんな用途はできますんで、うん、はいはい、こういったのも出来上がりました、うん。まあ、佐々木さん家に作るとしたら、じゃあ僕はカップラーメン、はい、はい、分かりました。こんな感じで仕上がりました。ちょっと最後ぐるっと、はい、ちょっと天井なんかも、はい、はい、これまだクロスあるんでしょう。そうですね、うん、買うとね、で仕上がりますんで、はい、はい、じゃあ続いてちょっと水回りの方も見てみたいと思います。はい、はい、そしたらちょっとキッチンの方も、木工で終わりましたんで出来上がりました。キッチンないじゃん見えないですかここに換気扇がつくんです。これが換気扇のダクトですね、説明したと思いますけど前。おーおーおお、やってるっていうような使い方はしないでください。これはダクトですから。でここに、まあ、ガスコンロとかそばなんですけど、こういうガスコンロが来てこうチャーハン作って。なんでチャーハンなの。まあ僕が好きだからですでここでお皿洗うと。っていう形ですね、うん。でちょっとこう引いてもらっていいですか。後ろに行けます。はい、それです。ここでカウンターです、うん。これ動線がとてもいいんです。あ、できたらね、ここ。そうですね、ここで、まあ、作ってですね、うんうん、はい、できたわよ、うん、今日は、うん、とっても美味しいチャーハンです、うん。あ、高さ的にあれだもんね、椅子置けばちょうど。そうですね、あのカウンターでもあり、テーブルの高さにもしてます、うん。なのでそこに椅子を置いて、うん、まあ、朝とか、うん、とか、まあ、ちょっとした軽食ですね、うん、もできるような形にもなってますし、作ったものをここに置いて取ってもらうと。あれ、ここ元なんだっけ。ここは分かんないってイメージできない。あ、ここは元々は入り口でした。あ、入り口か。はい、うん。でここの入り口を、うん、まあ、こういう開口を利用して、うん、まあ、開口を大きくしたの。これ開口は実はそのままです。あ、そのままなんだ。はい、わざとちょっとこの空間をしっかりとキッチンの方とリビングを分けたかったので、まあ、今回開口をしてしまうと本当一体化っていう形になってしまうので、今回はちょっとある程度区分けをしたいというご要望ですので、こういった形でタレ壁なんかも残したまま、まあ、そうすることによって完全にこちらキッチンのスペースですよっていうのが、はい、なります。動線がいいよね。そうですね、もう本当ここで作ってやってる、うん。いらっしゃい。すいません、はい、ラーメン、はい、ラーメン3つ、うん、ういチャーシューつけてください。あ、よーっつってこう、おごりで、はい、チャーシューつきっつってこういう感じで。あ、もう僕はもうこれだけです。なんで奥様もこうやってこれだけです。あ、なるほどね、はい。でこっちの裏側もですね、こう空間を作ってありますんで、まあ、ここにちょっとした食器でもいいですし、うん、乾き物、まあ、棚を収納やってもいいです、うん。まあ、こっちに椅子置いても食べれるもん、ね。まあ、両方大丈夫です ね。足入れてもね、はい、どのようにもできるような形で今やっております、うん。なるほどね、はい、それでそのままこちらに来てください、はい。でこちら洗面所とトイレのスペースです、うん。ついてないじゃん。
だから木工事が完了した段階です。その後です。なるほどね、これからね。そうです、クロスを仕上げて、うん、最終的な設備はもうその後最後です。あ、なるほどね、はい、あ、大工さんがとりあえず下地終わりましたよ、はい、ね、でこういった形であとは扉をつけるんですけども、うん、まあ、こういう形で、うん、こういう扉、はい、扉があると、うんうん、これを、うん、カチャと、はい、はい、でこういうふうに開いて、うん、こちらで電気がつくと、はい、で形ですね、広々としたトイレとなってます。はい、はい、まあ、こんな形でなんか水回りの方も全部仕上がってますね、ちゃんといい感じです。はい、はい、であとはこの辺あの仕上げのちょっと説明ですけども、今回アクセントとしてこちら木、もともとの木残してます。ただこれこのままだとやっぱりちょっとなんだろう、あのせっかく周りが新しく綺麗になってて白っぽいのが今回貴重なのでちょっと目立ってしまうので、うん、ここも実は最後ペンキで白で仕上げていきます、うん、はい、はい、その辺も次回楽しみにしておいてもらえればと思います。はい、木工地完了です。はい、じゃあちょっとここで佐々木の豆知識コーナー、ちょっと初めてやってみましたけど豆知識を、はい、まあ、こういう感じで木工事が完了しましたね、はい、でちょっと問題これ、はい、何だと思います、ここにあるやつ、石膏ボード、正解です、まあ、ここで、はい、そうなんです、ここでボードを切ったり加工をしてるんですけども、はいはい、これ見てください、下、はい、ベニヤがくり抜いてますね、それでこう十字になってるんですけども、これ実は現場で大工さんが必ず一番最初にやるものなんですけど、作業台です。このようにですね、ベニヤをくり抜いたものを組み合わせて、まあ、大工さんが自分で作業する場所を一箇所作るんですね。でその上に、こういったベニヤですとかボードっていうのを乗っけてきます。でさらにその時もですね、作業する順番に、ベニヤとかをやっていくので、実は大工さん現場ではですね、順番通り上をこう使ったら、で次にまた違うベニヤが来るんですけど、そういった作業の順番通りになっているので、ここで効率よくやってるという形です。すごいですよね、今作っちゃいますからね、これをどこのまた現場、次の現場で使うような形です。はい、以上佐々木の豆知識、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした、フルリフォーム木工事完了編、はい、いかがでしょう。はい、仕上がりまでもうちょっとですね。そうですね、楽しみですね。はい、クロスやって、 あとどれぐらいで仕上がるの。あと、2階は、1週間ちょっとですね。何残ってるの、クロスやるのと、うん、あと設備、電気、うん、こういうのが残っております。はい、はい、じゃあもうすぐですね。そうなんです、はい、結局何ヶ月、1ヶ月工事なんだっけ。そうですね、1ヶ月工事 で、まあ、今はまだ実質は、1ヶ月2ヶ月工事なんですけど、うん、今2階が終わったので、あ、なるほど、今度また1階の方もこの後やっていく形、住みながらやってますからね。あ、じゃあ半分ぐらい終わった感じですね。そうですね、なるほど、はい、ゴールまでもう半分ですね。はい、頑張ってください。はい、半分なんでこれぐらいですか。いや、ちょっとよくわかんないです。仕上がりがこうです。いや、ちょっとよくわかんないですちょっとよくわかんないです。そんな感じです、はい、やるならもうちょっと面白いことやってもらえますか。はい、お疲れ様です。じゃあまたあの1階の方も、あ、はい、仕上がりだ、はい、この2階の仕上がり編も、はい、またご紹介できればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後に、はい、会社を紹介します。はい、株式会社トビアイダはこの他にもインスタグラム、 LINE ビジネス、 Facebook、 そして YouTube やっておりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、じゃあそれではご挨拶、いつもの恒例のさよならのご挨拶をしたいと思います。またねー。
やっぱり。